がんを人類は克服できるのでしょうか。その答えの一つがここにあります。日々がんに立ち向かう医学博士の小野浩二教授。これはね、ほくろのがんで悪性黒色腫という病理系のがんなんですよね。これを治療しようと思うと、これだけ皮膚と腫瘍とが近接しているとですね、皮膚を傷めずに腫瘍だけを照射することは、まあ事実上不可能なことなんですよね。でところが BNCT の場合は細胞レベルで非常に効果の高い線量が腫瘍細胞に照射されるということで、1年6ヶ月後の写真ですけどね、これ見たら分かるようにこんな大きなやつがシュッと消えてなくなっちゃって、これはね本当に驚きですよ。他の治療とはもう根本的に違うということですね。 BNCT が開くがん治療の未来。小野教授が研究する放射線治療の一つ、 BNCT 放射中性子補足療法システム、 BNCT はここで臨床試験が進められています。この重厚な機械、これらが BNCT の装置です。 BNCT では医学だけではなく工学系からのアプローチも重要となっています。この装置を開発したのが住友重機械工業、設計から担当したのが産業機器事業部設計部三本です。これがサイクロトロンと呼ばれる装置です。でこの装置で陽子を30メガエレクトンボルト高速の約 25% まで加速します。そしてここから取り出された陽子ビームはこのラインを通って、でこちらに向かってですね、この奥にターゲットがあるんですけど、そこに当たって中性子を発生させます。 BNCT はがん細胞に取り込ませた酵素に微弱な中性子を当てることにより、酵素を取り込んだがん細胞を選択的に核反応により破壊する治療法です。まずがん治療専用の円形加速器サイクロトロンで陽子をエネルギー30メガエレクトロンボルト高速の 25% 程度まで加速します。加速された陽子ビームは中性子照射治療部まで運ばれます。次に陽子ビームを中性子照射治療部でベリリウムターゲットに衝突させ中性子を発生させます。減られた中性子を治療に最適なエネルギーまで減速させがん細胞に照射します。患者には事前に放射化合物を点滴によって投与します。がん細胞は選択的に放射化合物を取り込んでいきます。そこに先ほどの中性子線を照射することで酵素の核分裂を誘発します。核分裂により細胞一つを破壊するエネルギーが発生します。そして酵素化合物を取り込んだがん細胞が選択的に破壊されます。 BNCT は他の放射線治療とは異なり、周りの正常な細胞は傷つけずがん細胞だけを死滅させることができるのです。今までこの治療法には課題がありました。中性子を取り出すために原子炉が必要だったのです。しかし住友重機械と京都大学原子炉実験所との連携により、原子炉ではなくサイクロトロンで中性子を生成することに成功、病院内に設置することができるようになりました。従来は原子炉という大きな装置を使っていたんですが、サイクロトロンを使うことによって装置を非常に小型化することができます。それと同時に取り扱いも非常に優しくなって、安全にですね、常備さんに使っていただけるような装置になったんです。がん克服への新たな切り札 BNCT、 臨床試験を受けた患者さんの反応はこの上なく良いようです。患者さんの声としては、やはりこういった希望を与えてもらってですね、それを受けることができたのは大変嬉しかったとかね、それは家族も含めてそういう声は聞こえてきますですね。
マクロの病巣に集中させるのではなくて、これはミクロのがん細胞のレベルのミクロの病巣に線量を集中させるという技術で、まあ、次元の異次元の治療だというふうに思っています。これはまさに21世紀型の治療、放射線治療だろうと思っています。そして平成26年、 BNCT は次なる段階に進みます。既存の病院への導入、それに加え平成27年度から医療機器の薬事承認取得を目指し、新たな治験が開始されるのです。現在、ここ住友重機械愛媛製造所では、病院用 BNCT 第1号機の製造に余念がありません。BNCT の装置はほぼ完成しています。これから来年の納入を目指して性能試験に入ります。実際に病院に納入する第1号機なので、大きな責任を感じながら作っています。この製造の現場でも、やはりがん患者のことを意識して作業に励んでいるそうです。まあ、1日遅れれば、その分だけ患者さん、まあ、治療を受けられる患者さんが、まあ、少なくなるというか、まあ、1日でも早く届けたいっていう気持ちがあります。はい。福島県郡山市、平成26年 BNCT が導入されるのが、東北の地域医療の中核を担う総合南東北病院。最新の医療設備を備え、数々のがんと戦ってきました。陽子線治療でも連日多くの患者さんを治療してきました。今は60人から70人。この病院でも BNCT に寄せる期待は高く、瀬戸寛一氏は患者さんにとってまさに福音だと言います。がん細胞だけが死ぬと、そういうような、まあ、画期的なあの、まあ、効果なわけです。進行したがん、再発したがん、の患者さんには大変な福音。この BNCT 一発でもって、まあ、これがあの、治せる可能性が出てきたということですね。 BNCT というがん克服の新たな可能性、開発した住友重機械では BNCT プロジェクトを使命だと考えています。今まであの放射線治療、それから外科手術でもなかなか治らなかったがんにですね、適応することによってですね、やはり患者さんがですね、それでまあ、クオリティオブライフを、患者さんのですね、やはりクオリティオブライフを良くすることができるというのは我々の、まあ、希望といいますか、使命というふうに考えています。住友重機械では今後世界を見据え、 BNCT プロジェクトを進めていきたいと考えています。やはりまず日本できちっと臨床を取った上で、まあ、世界といいますか、今現在原子炉を使って治療研究をされている国があるんですね。台湾であるとか、それからロシアであるとか、それからバーミンガム、イギリスですね。まずそういったところの研究者の方々に我々の装置を提供しながら、その各国でですね、やはり医療機器としての承認を取ってですね、やはり世界に広げていきたいというふうに考えています。もうこれはもう世界に負けない、世界でもナンバーワンというふうに思ってます。 BNCT を世界へ、がん克服を目指し、住友重機械工業の挑戦は続きます。